検診に来たら診察券を通して受付をします。次に血圧、体重、尿検査を行います。体重測定と尿検査は測定コーナーの中で行います。お名前と体重を血圧の紙に書き加えてください。紙コップにお名前を書いて、トイレの小窓からお出しください。計測が終わったら母子手帳、補助券、血圧の紙を受付にお出しください。